さて今日はとあるね YouTuber の人とコラボ企画させてもらうことになりまして、海に向かってます。まだね一度もお会いしたことないんだけど、初めて会うのがなんとね海っていうね、彼も、バンライファーで、そしてバンビルダーで、そしてサーファーで、というわけで今日はとある YouTuber さんと海で初対面したいと思います。行ってみましょう。 Here we go。 やっほー、久々に台風スウェルの九十九里だぜ。チェックだー。うふー、さあ海に到着しました。今日初めて会う YouTuber さん、ついに合流しました。この人です。ゴンダマです。イエーイ、ゴンダマ。イエーイ。そう、みんなが気になってるこのログハウス、ありがとうございます。これを持って海に来てくれと今日は催促しまして。今日 お仕事ですよ。あ、ちょっとお仕事ちょっとお仕事、板乗ってないかい。乗ってないです。もう、No. 今日はね、取材っていう形で、ゴンダマンと初対面なのに、はい、僕がね、海を指定しまして。なので、はい、まあ、お仕事ですけどね。海からのログハウスと、はい、これ多分初公開ですよ、池さんのチャンネル。なるほど。 YouTube の中で初公開です。よそのチャンネルでは初公開、はい、さてちょっと中を覗いてみたいと思いますが、これが俺があの YouTube で見ていたトントンカントントントンカントンしてみんなで作ってたログハウスでございます。ログハウス、すごいすごい。まあ、まだあの完成してなくてね、はい、途中ということなので、うん、だだっ広い空間の状態で今見させてもらってますので、今後、はい、ゴンダマンチャンネルでどんどん完成していく様子が、はい、見れていけると思うので、皆さんゴンダマンチャンネルでこの車のこれからのね様子をぜひチェキしてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。はじめましてのゴンダマンですね。このような形で海でお会いすることができました。おっと仕事中。またゴンダマンのチャンネルでもアナウンスがあると思いますが、僕もコラボさせてもらったチャンネルがあるので、交互期待ということで。交互期待。イエーイ、交互期待ですね。はい、ありがとうございます。ライブ配信を見てくれた後にこの動画を見られている方がいると思いますが、私たちこの後にライブ配信に向かいたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。まずねゴンダマン、はい、俺は君の車を初めて見た時に、はい、俺がやりたかったカスタムを全部やってる車だったんだよ。そうなの。なかなか、まあ、僕も見かけたことはないですけど、オフロードテイストといいますか、上げ系のハイエース、結構珍しいのかなとは思ってます。確かに池さんの。そうなんだよね、はい、俺のハイエースがエレガント系じゃない。それに対してこのワイルドオフロードスタイルでもね、俺の原点って実は四駆が大好きで、もともと車中泊を始めたのはデリカのスターワゴンっていうさ、ごっつごつの四駆に乗ったところから始まっていて、そこのずっとこう引きずっているところがあるんだよね、車の美学として、はい、その中でさ、このねフロントグリル、もうデリカを彷彿させるようなこのぶっといフロントグリル、こういうデザインこういうやつ、そういうやつ、やっぱね男は太くないとね。まあいろいろとよ。それはすごいわ。うん、太く短く、このぶっとさがさ、すごいタフネス。お、
あれよく見たらグリルが黒い。これか。はい。これメッキパーツだったと思うんですけども。そうだね。ここカーボンのラッピングしてます。はぁ、はぁ、こう。うん。つきにくくなるんで。これラッピングしちゃって。こだわりだね、これ。ナイスセンス。納車して一番最初にやったカスタム。自分でやったの？自分でやりました。あらららら、器用だこと。あ、これ、こうやってね、引きで。フロントからパッと見たときに引き締まるんだよね、フロントフェイスがね。あーはー、超かっこいいわ。結構好き嫌いは分かれるんですよ。もちろんね、はい、僕はまあ、うん、うん、いや、あの全体的なこのマットで、それでごついルックスとしては、僕はトータルですごくいいコーディネートだなってね、思います。そしてこのね、バーフェンですよ。うん、これぐらい飛び出すことで一気に車幅がねぐんと広く見えるので、さらにこのごつさが強調される。これ何インチぐらい上げてるんですか？これフロントが2インチぐらい、フロントにローション上げで、はい、上げてますね。うーん、なるほど。多分フェンダーが少しね、あの、はい、ちょっとアーチが下がった。そうなんだよね、あんまり上がってないように見えるけども、実際には2インチ上がってるんですね。はい。あ、どうしてもこのオーバーフェンダーあるに、うん、このマットフラットっていうのを4区間出す上で、うん、僕の中でマストだったので、すごく重要、これはやりたいなと思って。あとで砂浜走ろうよ。波打ち際を走ろうよ。サビサビになる感じで。一回やったことあるから本当ダメージ受けた。そうね、結構致命的なダメージになるからね。なかなかな覚悟がいるやつですけど、はい、でリア側がもう1インチ上がってると。もう1インチ、うん、ちょっとね、そうすることでヒップアップでホットロッド感が出るんだよね、全体的に。ちょっと前下がる。かっこいいかっこいい。まあゴンダムは俺に憧れてるってことで、テールランプは俺の真似をしたっていうふうに聞いてるんですが、ちょっとどこから聞いた？ソース教えてください。それであの嬉しかったなっていうのは、うん、お話ししたんですけど、お尻っていうのはね大事なのよ、お尻の見え方っていうのは。そこでね、うん、同じのをつけられてるっていうことで嬉しいです。お客さんのお車と違って、うん、これあのバンのデラックスのモデルで、はい、スーパーロングで右側に扉がない。あ、そうだね。今ねこれバックショット、海のサンセットのさ、オレンジが少し車に当たっててかっこいいのよ。大切なことなんですけど、これ僕が作ったわけではないですからね。これ。あれ、そうなの？これは、僕の中でお鉄師匠っていう方。あの方ですね。あの方が。はいはいはい。その方が主にメイキングされた車両なので。そうなんですね。はい、もう一回中見てみたいと思いますが、まず埋め込みのこのダウンライト。お店かっていうね。数と配置と。数と配置すごく大事。まんべんなく光が当たる感じ。そうです。うんうん。でちょうどこの木目のこの R のかかったところに無駄なく当たるような位置をお鉄さんが検討してくれました。ああ、そういうことも計算してちゃんとつけられてたんだね。ちょっとお邪魔をさせていただいて、僕動画で見まして、はい、ここの仕上がりがね、俺も動画で見てド変態な仕上がりだなと思ったんだよね。ところ触れますね。うん、この R に合わせたっていうさ、隙間が一切ないんですよね。これすごいよね。もうお鉄さんと、うん、なんか試行錯誤っていうか、まあお鉄さんが試行錯誤したんですけど、うんうんうん、ビルダーさんがどれだけ大変なことをされてるかっていうのをゼロから経験できるきっかけになったので、本当安易にこれやらせてくださいとか言えなくなりました。本当だね。過去にやりたいって言ってた自分がいたんですけど、原価はわかりますけど、うん、これ無理、本当に、うん、が積まれてもそんな簡単にやれない。そうだよね、お金じゃないよねこれね。とにかく手間がやばいね、はい、でなんだっけ、動画で言ってたけどさ、はい、少し塵を出すって言ってたんでね。いやー、いいところに置きた、はい、ここそなんかね、で簡単に言うんだよあの人、あの、ま、窓とか見るとこんな風になってるからさみたいな。だけどここを出すってさ、すごいなぁ。窓感が一気に出るんですよ。そうだよね。本当に。これ、この D ピラー、D ピラーをカットして、うん、この木目ってこの辺まで来てるんですよ。実際はこの中まで入ってて。はいはいはい。ここ強度が出なくて、うん、こっちまで伸ばして固定してあるんです
だから収まりがすごい自然、綺麗に。ここが本当に。ってことはピラーを切ったってこと、その分の厚みを。そうです。はあ。これに気づいた時に、もう作業は一気に加速しました。なるほどね。で、そのアイデアをおてつさんがものにしてくれました。あの人すごいね。あのサムネイルのセンスはあれだけど。ノーコメントで。ノーコメントで。俺コメントしちゃうんだけどさ。なんで気持ち悪いサムネイル見せるのかなって、あれだけ職人の仕事をするのに、はい、それを全く感じさせない。まあね、何にせよこの空間だよね。ああ、今サンセットが向こうにあって。これいいですね。ね、まだこの車のニックネーム考えてないので。本当？ご集中で。移動ラブホテルは却下っていうことで。失礼しました。これがゴンダマンの隠れ家なんだね、つまり。なるほど。じゃあ、天然パーマのチャンネルでもこれから完成まで、ぜひ見させていただいて、楽しみにさせてもらいたいと思います。ゴンダマンのチャンネルは概要欄に、はい、書いてありますので、ぜひチャンネル登録等々お願いします。お願いします。ゴンダマン、今日はどうもありがとう。こちらこそありがとうございます。じゃあ、海入ろっか。ゴンダマン。一年ぶり。Father is 10 and permed.